ますね。猫黒い猫、何なのかなって感じですけどね。この毛並みといい、いい雰囲気といい、まあ近所でね、いろいろと餌をもらってるって感じなんでしょうね。猫猫ということで、こんな感じですね。ちょっとこっちを警戒しているような感じですんで、あまり動くとね、逃げてしまう可能性が高いんで、動くとしても静かに動かなければいけないなという感じになっておりますけどね。どこかでくしゃみをしているおじさんの声がしたという感じで、こんな感じですね。ちょっとね、違った角度の方から見てみましょう。こんな感じですね。あー、こういうのも悪くないですね。いいですね。久しぶりになんかこう道を歩いて猫を捕っているという感じになりますけど、今日はね、湿気が非常に強い8月の1日という感じになりますが、まだね、真夏の最中ですけど、まあ、あっという間に夏も過ぎ去ってしまうという感じでね、私はちょっとあの家族のね、家族が入院して、まあ、それの世話でですね、夏の半分は過ぎ去ってしまったという感じなんですけど、まあ、これからはね、もうちょっとこう楽しみたいなと。しかし以前みたいにビアホール行ったりね、なんか人とワイワイ騒いだり、朝まで飲んだりと、まあ、いうことが世間的にできないという状況になってしまっておりまして、まあ今一つねパッとしないというような雰囲気もありますね。いい感じですね。なんかそんなに警戒してないかなっていうところもあるような気がしますんでね。 YouTube の横の画角ということを考えると、このポーズを撮ってくれているのは横長ですんで、ありがたいなというふうに思いますね。顔はどうなってるのかちょっとアップで見てみましょうね。顔はこんな感じ。首輪してるんですね、これね。あ、してないのかな。首輪なのかね、あの落ち葉っていうか葉っぱが落ちてきてるのか、ちょっとここからと今一つわからないという微妙なあれですね。これ葉っぱ、首輪してるんですね。布の葉っぱでね。お、これは何の声なんだろう。警戒している声なのかなというか、この奥のね、下水溝がなかなかこう味があってね、いかにもなんかこう下町というか庶民の町の猫という感じですね。この首輪もですね、布で巻きつけられた感じで作っている首輪ということで、ね、なかなか可愛らしい感じですね。こんな感じになりますね。泣いてる、泣いてますね。すいませんね。可愛いですね。なんかあの、なんていうのかな、人懐っこくてすごく。おしゃべりするんです。あ、そうなんですか。うん、へえ。ミミちゃん。オス、メスですか。8歳かな。あ、本当にいいな。男の子なんですけど、ね。あ、男の子ですか。よかったね、ミミちゃん。いいよ。私ちょっとあの猫写真撮ってね、いろいろと書いたりしてるんで、そのためにやらせていただきます。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。よかったね、ミミちゃん。ミミちゃんって言うんだ。すみません、ありがとうございます。じゃあね、みーちゃん。じゃあねー。よかったね。すみません、失礼します。